さん起きてますか？私はもう眠いです。こんばんは。結婚してお疲れ。花火、金魚、ハートありがとう。こんばんは、中村舞です。今日はお渡し会の大阪でした。わあ、すっごいいっぱい花火、ありがとう、ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。もう眠い。帰ってお風呂に入りました。お風呂上がりです。花火ありがとう。お疲れ、お疲れ。久しぶりにお話できて、お、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。広島です。家でございます。広島のお渡し会迷い中、来てね、待ってるよ。まだ受け付けてるはず。広島は9月14日なんですけど、まだ行けますので、ぜひぜひお待ちしてます。ありがとう。おいもありがとう。お洗濯、本当に途中でお洗濯が追いつかなくて大変だったんです。そうなんです。そう、遠征続きでした。なんで、そうなんですよ、なんか本当に怒涛って感じだったんですけど8月がもうすぐ終わる。ありがとうね、みんな、本当に本当にありがとう。もう本当に頭が全然回んなくて、でなんかふやんふやんみたいな言いながら歩いててで、あの編集長がいたんですけど、この3日間ぐらい編集長も一緒に、そう、現場に来てくださってたんですけど、写真集のね、その編集長にお疲れ様にゃんみたいな言っちゃって、間違えて、で今なんて言いましたみたいな言われて、で、あ、間違えましたお疲れ様にゃんみたいな、なんかもうふにゃふにゃ言ってたら、うん、お疲れ様にゃんって言っちゃってで、そう、編集長が「え？」みたいな「今なんて言いました？」たらマネージャーさんが「お疲れ様にゃんと言いました」って言って「間違えました、すみません」もうダメです、頭が回りません
大丈夫？ああ大丈夫です大丈夫ですよ。ありがとう。あのルクアイでなんかこう結構入る時ってさ、こうなんかこう裏から入ったりするんですよ。こういろんなイベントとかでなんかそういうなんですか、商業施設とかを利用させてもらうときに裏から入ったりするんですけど、ルクアイーレのそのまあ裏のところになんかタクシーを呼んでもらったんですけど、そのタクシーの方がマジでずっと迷ってたみたいで、やっぱり大阪って難しいんだって思いましたあのルクアイーレたどり着けません。そうずっとね、いやなんか大阪で活動してる人にとってもやっぱ裏ってのもあるけど難しい。説明するのも難しい。 いや難しいよね、わかんないよね。梅北再開発中？なんかさ工事してる？難しいよね。マミありがとう。もうお風呂入ったよ。大阪らしいもの？新大阪駅のところにククルがあるんですけど、たこ焼き屋さん、そこでたこ焼きを買って帰りました。で家に帰って、でわけわけして食べました、姉と。何味？あソース味、塩派です。なんか新幹線乗り場らへんなんですけど、なんか塩味あるのかな、わかんないけど、なんかよくわからんくて10個入りくださいって。改札の外、そうそうそう、改札の外にあるやつ。家まで我慢したか？いやなんかそんなにお腹空いてなかったよね。そうそう。やき夜ご飯と一緒に食べました。夜ご飯の時にお姉ちゃんにお土産で持って帰って一緒に食べました。たこ焼き塩味おすすめ。いやなんかシンプルで美味しそう。いいね。もうちょっとソース食べました。
お姉ちゃん、お姉ちゃんたこ焼きとか好きなんですよ。なんかソース系のもの好きなんですよ。だからたこ焼き買って帰ったらめっちゃ喜んでた。お姉ちゃん元気よ。好み焼き好き。マイキーお好み嫌いないよね。いや嫌いっていうか気分になかなかならないんですよね。ちょっと語弊があるんですけど、なんか嫌いで食べないんじゃなくって、あんまりなんか気持ちが乗らない時が、でもソースの匂いを嗅いだら気持ちになる、その気持ちに。わ、タワーありがとう。東京のソワさん、東京のソワさんありがとうわ。クマパンパンありがとうわ。ありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございました。うん、お渡し会。トマナビもありがとう。広島まだ帰るよ、行けるよ。広島はチェキになります。ちょっとどういう感じかよくわからん。こうビーって出てきて浮かび上がってくるまで時間がかかるよね。その間にサイン書くのかな。だいたいねツーショットが先なんですよ。確かにチキってかさ、ツーショットのチキとかさ撮ったことある？今までなんかない気がするんだけど、あるかな。え、ない。なんかワンショットのチキはめっちゃあるけどね。昔ツーショットチキあって、いやなんかアルバムしか思い浮かばん。え、ないやろ。なんかさ、AKB さんのめっちゃもう本当に初期のかな。福フェスで四国面とはあったよね。え、待って、チェキツーショットの、え、何、どんなやつ、分からん。特典会があったの覚えてる。あれチェキだったっけ。マハートありがとうございます。持ってるよ、今度見せてください。ありがとう、くま。特典？え、いつ？もう、でもさ、多分ツーショットのチェキがあるっていう時点でもうコロナ前だと思う。だから5年前とか5、6年前なんじゃない？ね、結構前のことだよ。
ありがとうございます。花火ありがとう。あと1日半ぐらい。あ、嘘1日ぐらい27日発売日だから。もう25終わるから。そうだよね、発売日じゃないのに持ってるっていうね。そうだよね、不思議だよね。ありがとうございます。台風とともに写真集がなんか台風来てるらしいね。全然知らなかったけど、なんかあんま気にしてなすぎて。インタビュー部分読んでください。結構ボリューミーだと思うんですけど、すっごい話した記憶あるから多分結構長いと思う。台風気をつけ、え、広島かぶるの？どうなんだろう。ショールームの飛行機は？ショールームの飛行機ってあれだよね販売しないかってことだよね。ショールームの飛行機は あれです。明日中に分かるって言われたけどなんかもしかしたらちょっとすぐには多分できないかなって感じです。うん、写真集がない。ありがとう。だからまだわかんない。ちょっとあったらあるっていう何かいいね、言おうと思ってたんだけど忘れちゃった。もうダメだ、海馬が働いてくれない。ああ、ありがとう。今日さ、取材をしてもらったんですけどね、今日取材してもらった人がね、ショールームをね、まあ、よく見てまして、まあでもショールームを見てくださってる方結構多いんですよ。その事前情報だったりとか、こうなんか情報を結構ショールームから
先にこう入れて取材してもらったりすることって結構あるんですけど、ショールームよく見てますって言ってもらって、ってありがとうございますって話をしてたんですけど、なんか料理配信アネキュートやってますよねって、最近ブルーロックにハマったんですねとか結構見てるってことは、ちょっと今もきっと見てる、今も見てるかもしれない、私ちょっと思わぬとこで見られてるんだってちょっと思って、でもこの間もね、あれですね、いっぱい取材してもらった日に会ったんですよ、別の方で、なんか結構何ですか、こうあれ X とかにさ、講演のさ MC とかのさ内容とかさ、こうさポストとかする人いるじゃないですか。で あってマジでもう不思議すぎて、毎日何窓もしてるんですかって、そうライターさんは結構こうもう本当に 何ですか、いろんなものを見てこういろんな情報を仕入れてるから何ですかこれ絵文字が でなんかそうお会いしたから、いやどうやってそんなに情報仕入れてるんですかって聞いたら、何窓もしてるんですかって言ったら、全部課金して、全部なんか3窓とかもうめっちゃしてますみたいな言ってて、すごい、そんなに一気に、耳はもうねこことここしかないんだから難しい そんなに同時に情報をさ、なんか何公演もポストしてるときびっくりするんですよね。なんか月額で登録して見てます。すごい。聖徳太子すぎる 一気に自分は4窓が限界、いや4窓すごすぎでしょ、絶対4窓とかできない、てか多分2窓でも結構むずいんだけど、だってねえ同時に喋られる、例えば配信とか同時に話されたら、ちょっと自分は三窓やで、あと2つどこ あとどこ今どこやどこやってんの、五窓までいける、いやもうそれもう絶対取りこぼしあるって、マイキーは動画を何倍速で見ますか？分からん。確かになんか早く見たい時は何倍まで見よったけど、1.5とか2倍とかで、最近普通に見よるよ。マイキュー3窓してるけど、スマホ、私を3窓って、私の配信3個開けてるってこと？それはすごいね それはよく内容が入ってくるかもしれない。
カーテン、あ、そう、カーテン、ちょっとね、背景が、本当に重要なことはあまりないらしい。マイキューが真剣だったらごめん、マイキュー全然もうゆるゆるゆるでやってるから全然もう本当にあれです、もうゆるーっと聞いてるか聞いてないか分かんないような感じで聞いてほしい。まいちゃんの家カーテンあったんだね。あるよ。でもこれ遮光カーテンじゃないからね、毎朝眩しいの。朝が強制的に来る感じ。そうそう、薄いカーテンでしょ。まいちゃん渋谷来たかったけどスケジュール合わなかった、でも写真集を届く、ありがとうね。予約をしてもらってる方本当にありがとうございます。うわ、なんかなんだこりゃ、あ、ミューラッチ、アリが、クマ、花火、私からありがとう、30日もよろしく。あ、30日ナイトクルージングありがとうございます、ミオラチ、ありがとう。ナイクルって略すのね、ナイトクルージングですよ。台風？え、 30？ やばい、日付ですぐ仕事が出てくるのすごい。全然あれだよ、9月とかあまりあれですね、あの何ですか、後半の方は把握できてないです、見ないと。30はないくる、ジゼル、あ、なんか舞台を結構見に来てくれるって言ってくださる方も多くてすごく嬉しいです。今日ね、台本をまあ全部ではないんですけど一部もらいまして、はい、ちょっと目を通してたところでしたミュージカル、バレエミュージカルってことでなんか歌もあるみたいなんですけど、まだなんか全然その辺はちょっと詳しくないんですけど、台本を、そうですね、ドロシーチャレンジ頑張ります。そう、あのバレエ、あのですね、まああのそのジゼル、バレエの演目でジゼルっていう演目があるんですけど、その演目をまあ見た方が多分内容がすんなり来ると言いますか、先に見とく方がいいかもしれないですね。ちょっとバレエを見たことない方はちょっと難しいかもしれないので、いろいろあらすじを見たりした方がいいかもしれない。ちょっと予習をした方が、うん、内容があれですね、入るかもしれない。ジジル、
説明してくれたが悲しい話だったかな。なんか悲しいのかな、悲しいかも、わかんない。なんかバッドエンドの、バッドエンドなのかハッピーエンドなのかもうわかんないんですよね、私ジゼル。マイキュー講座受かった、ジゼル、ジゼル講座考えますはは解釈いろいろ系。なんかさ、あのロミオとジュリエットってさ、バッドエンドだと思いますか？あれハッピーエンドで、ハッピーエンドではないかもしれんけど、完全なバッドエンドだと思いますか？そんな感じ。あれバッドエンドなのかな。でも私バッドエンドに感じないんだけど、あんまり、まあハッピーエンドじゃないけど。ジゼルの内容を読んだけど、なんか切ない感じ。切ない、切ないけど、そう、なんか台本をちょっとチラッと見た感じは、なんかあのジゼルが第1幕第2幕って構成で分かれてて、で1幕でジゼルが亡くなるんですよ。で2幕はジゼルが精霊として出てくるんですよ。でその今回やる舞台は1幕が終わったあとぐらいの話かな、多分。その1幕2幕が終わった後の話ってよりかは、1幕後、そのジゼルが亡くなって精霊、精霊はてな1幕が終わったあとぐらいの話かな。うんうん、で作られたお話かな。二幕じゃなかったパターンのジゼルみたいな感じそんな感じ。ありがとうございます。ちょっとね、説明するとね、ジゼルは長くなるんですよ。でもなんかみんなが説明してたらもう何意味わかんないってなっちゃうかもしんないから、飽きちゃうかもしんないありがとうございます。オリジナル要素、もうオリジナル要素しかないよ。ほんとジゼルに出てくる、来ないキャラクターいっぱい出てくるみたいな感じです。うん、じゃあ今度説明します、今度分かりやすく。花火も金魚もありがとう。分かりやすく説明します。まあ、あの簡単に言えばあれですよ、婚約者に裏切られたみたいな話です簡単でしょ。婚約者に裏切られてジゼルは亡くなっちゃったみたいな感じです。そうそう、ジゼルが裏切られてみたいなそんな話ね。これだけ聞いたら
悲しいでしょ、つらい、そうでしょ、つらいでしょ。バッドエンド、バッドエンド、うん、でもなんかそれが1幕なの、裏切られて亡くなるが1幕なので、2幕はなんかなんていうかな、精霊になるんだけど、精霊になってもこうやっぱり愛した人間を守るみたいな、そんな話なの。裏切ったけど、なんか悪意はない裏切りだったの。そうそうそう。フフフ、 H ズ、そうなの、ニューヨーク興味深い。超超わかりやすい。ジゼル、ジゼルは心臓病だったんよ。でジゼルは、でもジゼルは知らずに付き合ってたので、ジゼルは途中でそのことが発覚して、でもそのやっぱりジゼルのね、その愛してたその貴族の恋人は、貴族の人もやっぱジゼルのことは好きだったんですよ、許嫁よりも。そうそうそう。でもやっぱりね、貴族っていう立場があって、そこまでネタバレして、あ、これはでも本当にジゼルの本当の話なんで大丈夫。時間がない人のためのジゼル、あ、そうそう。どう分かりやすい、あ、切ない。ありがとうございます。ちょっとさっきからゾンビゾンビ言ってる人がいるんですけど、ゾンビじゃありません。いいですか、ジゼルは蘇ったとしてもゾンビにはなりません、残念ですが。あのバレエにゾンビ出てこないです。精霊。ジゼルが女性とやっと理解できた。そうだよね、それを言ってなかった。ジゼルハッピーエンドじゃないの。うん、どうだろう。バッドエンド8割、2割ハッピーエンド。リアルのバレエ歌います？歌わないですね、喋りもしないし歌いもしないし。貴族が男性、あ、そう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 。もうね、マジで見てほしい、バレエのジゼル、本当にあのバレエのやつは本当になんか面白いってか、なんか引き込まれるの、やっぱ演技要素が多い、ジゼルは、から面白い。なんだろう、なんかこうちょっと表情とかが本当に、なんだろう、見てて結構面白いシーンがたくさんあって、
マイキューの好きな人が貴族だったらどうする、青年になる、うん、マイキューも貴族になります。おほほほほニコ生の有料会員になろうと思います。そうすれば振り向いてくれるはず。私貴族です。ありがとう。ゲームかな、おきちゃん、おきちゃん貴族だからね。まあそうですね、まあ、今のは冗談ですけど、本当にじゃあ仮に好きな人が貴族だったら、貴族の人に「あんた貴族なん？」って「よかったらやけど駆け落ちせん？」って言います。で「あごめん無理やわ」って。さすがにちょっと家のことが心配で犬漬けもおるんよねって言われたら、そっかーって言う、諦めるけど、いいよって言われたらシャー行くぞーってするかな。ありがとう。ブランク行き先は、そうですよ、だからこれが大変なとこなんですよ。どこ行くねん、森、森へ帰る、さやかりんみたいな感じ、森へ帰ります。森に行きましょう。二人で住むんだ。そうそうそう。一から。今の日本もあるのかな。まあ、あるか。どうなんだろう。だいぶなんかいろんなことがこうなんですかね。そういうのあんまなんかなくなってきたけどね。やっぱあるよね。ありがとう。わあ。野菜作る、何、自給自足ってこと？教授は大変ですよ、きっと。だっていろんなものを捨てなきゃなんないから。
大変ですよきっと。急に重さを出してくる。大変ですよ。はい。愛さえあれば。いや、わかりませんよ。お金もないと厳しいかもしれません。大事ですよ。お金大事ですから。どっちも大事なんですよ。これは本当に。頑張って働くわ。私も働くわ。紐になりたい。マイキューの紐になりたい？嫌だ。絶対に嫌だ。絶対に嫌だし、マイキューも紐になりたくない。携帯が回転した。ああ、ごめん。痛かった。すまん。なんだ、充電しとんよ。充電の紐、紐にはやりたくないって言ったら充電の紐引っ掛けた。あ、呪われてる。ああ、久しぶりのハプニング、ちょっとやめてくださいよ。はあ、気持ちがゆう。紐の呪いだわ。ありがとう。天井？あ、ちょっと見せたらいろいろ見えそう。いや、見えちゃ悪いものは何もないんだけど。散らかっとる。え、散らかってないよ。物置いとるだけじゃけど、全然。ちょっと聞いてください。はい、聞いてください。皆さん、聞いてください。あのですね、私はこの何畳でしょう、わかりませんけども、この一部屋に全てのものを詰め込んでいます。いいですか。一個の家ではなく、この一部屋に詰め込んでいるのです。つまり物が多くなるのはしょうがありません。はい、全てのじゃあね、姉と暮らしてるんですけど、こう例えば置物をね、こう一人で住んでたらいろんなところにこう飾れるかもしれませんけど、私は自分の部屋に全部飾ってるんですよ。なんで この全部の部屋に、この部屋に全部のこう私のものがあるんですよ。わかりますか。
もありがとう。川又アンナちゃん、まいちゃんの写真集もらったみたいね。ちょっと聞いてください、まいちゃんの写真集を、あの多分配っている人とかも多分いると思うんですけど、川又アンナちゃん、アンピーはなかなか回らないんですけど、おきちゃん、おきちゃんにプレゼントしようと思ってたら、私よりも先に多分おきちゃんにプレゼントした人がいて、でおきちゃんが、おきちゃんから LINE が来たんですよ。で写真集もらっちゃったみたいなの来て、でえーってなって、でおき、あの見た方がいいみたいなの来て、でまあいいよどっちでも、タイミングは任せるけどって言ったら、じゃあ来たるべき時に見るわみたいな、まだ見んとくって LINE が来て、ちょっとまだ見てないらしいんだけど、もう持ってるらしい。手渡しまだしてない、多分最速で届いたんじゃない、なんかさ多分昨日、あ違う、おと、うん、あ24日に渋津田で私がやってたんだけど、多分24日にほのたんさんのなんかイベントがあったみたいで、そう、矢野ほのかさんのね、それのイベントのゲストにおきちゃんが出てたらしいんですよ。そのおきちゃんのイベントでなんかプレゼントが多分 OK だったっぽいんですけど、そこで多分もらったみたいな言ってて、そうだから昼そうお渡ししたものが夜おきちゃんの元にもう届いたから、そうそれでおきちゃんももらったよって最速。まだ見てないらしい。ありがとう。まだサインとか入れてない。写真集以上にマイキーを見てるから刺激なさそう。刺激あれ。そうかね。どうかな。どうでしょう。あると思いますけど、な、そうかな、あってほしい、え、あってほしいでしょ、なんかはいはいって見られるよりかは、おーって見られたいじゃん。おきちゃんの写真集見たよ。あれが好き。なんかこう、え、なんていうんかね、ちょっとこうバブルっぽいやつなんか説明下手ちょっとバブルっぽいあのカット、あるの。間のカットが好き。なんとなくわかる。あ、58分なのか。じゃあちょっと待って、断食呼ぶわ。マサさん、クマネパパさん、キナペコさん、エムケンさん、ティーニさん、ウマちゃんさん、アツヨシさん、クマさんさん、くちゃまるさん、コペンさん、
ガムシューさん、トキオのスワンさん、1位はドロロロドドン、ミウラッチさんでした。ありがとうございました。配信を見てくれてありがとう。ラビュー。皆さん今日も一日お疲れ様。明日は月曜日じゃない？みんな明日も頑張ろう。おやすみ、おやすみなさい。また明日。もう終わっちゃう？ごめん、グルグルして。59分だ。また明日でください。爪が伸びました。生きてますおやすみ、おやすみなさい。またね、また明日。ゆっくりおやすみ。